F-35 戦闘機が自衛隊に配備、脅威のステルス、墜落とハッキング事件。ロッキード・マーチン社の最新鋭ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2。アメリカが8カ国から支援を得て開発に至った初の国際ステルス戦闘機だ。今までのように極秘扱いとされてきたステルス戦闘機とは違い、多くの親米国に輸出されている。その名前の由来は第二次世界大戦に活躍した P-38 ライトニングにちなみに付けられている。日本では F-4、F-15 戦闘機の後継機として F-35A を105機、F-35B と合わせると合計147機が配備される予定である。F-35B は垂直着陸が可能で、護衛艦いずも、加賀に搭載される予定である。その予算は関連機材やシステムを含めると、231億1000万ドル、約2兆5000億円にも及ぶ。F-35 には3つのタイプがあり、その違いは、アルファが通常離陸型、ブラボーが短距離離陸、垂直着陸型、チャーリーが空母で運用される艦載型となっている。現在のところ、この3タイプを保有しているのはアメリカだけとなっていて、空軍がアルファ、海兵隊がブラボー、海軍がチャーリーといった運用をしている。F-35 の1機あたりの価格は非常に高価で100億円前後となっており、当初アメリカは2456機もの配備を予定していた。しかし冷戦の終了に伴い、その数を1763機まで減らしており、2020年現在で256機が完成している。日本では海上自衛隊の護衛艦いずもが空母化のために改修工事に入り、2025年予定で F-35B が発着艦できるようになる。いずもの2番艦加賀についても同様の改修工事が行われ、2026年から運用開始予定である。今回は軍用機の最先端技術であるステルス戦闘機 F-35 についてのスペックやステルス技術、日本での墜落事故や中国による F-35 の機密データハッキング事件などについて解説していこう。敵のレーダーから身を隠せ、脅威のステルス技術とは。まず F-35 のスペックを解説する前に、ステルスとは何なのかを解説しよう。ステルスとは軍事技術の一種であり、簡単に言えば航空機や艦艇、車両などを敵から見つからないようにする技術だ。兵士が雪原で白い戦闘服を着たりするのも初歩的なステルスであるが、現在の戦闘はレーダーを使って敵を捜索するのが常識である。そのレーダーに自らの姿を映らなくすることがステルス技術である。機体全体を複雑な平面や曲面で組み合わせ、つなぎ目をなくし、敵の電波を吸収するカーボン複合材を塗装することで、レーダーの反射を抑制し探知できなくする技術のことである。1991年1月、湾岸戦争で活躍したステルス戦闘機 F-117 のレーダー反射面積は F-15 の1000分の1と言われている。また2005年から配備が開始された世界最強の戦闘機の名を持つ F-22 ラプターのレーダー反射面積は小鳥より小さいというデータがある。F-35 のレーダー反射面積は 0.005 平方メートルと言われており、これは FA-18 の35分の1から70分の1という数値だ。ステルス性能は F-22 には及ばないものの、 F-35 のエンジンは単発なので、機体は F-22 よりもコンパクトになっており、目視の発見をより困難としている。艦艇においてはアメリカ海軍のズムオルトにステルス技術が施されており、186メートルという船体サイズにもかかわらず、レーダー反射面積はイージス艦アーレイバーク級の50分の1となっている。実際に船舶がズムオルトをレーダー探知した際、15メートルほどの船と認識したという証言もある。そんな脅威のステルスをまとった F-35 のスペックを見てみよう。 F-35 のスペック A と B の違いとは。 F-35A のスペックは次のようになっている。 F-35A は通常離着陸型のため、滑走路がない場所では離着陸することができない。一方 F-35B はエンジン排気ノズルを下に向けることで垂直着陸することが可能なため、空中でホバリングしたり、滑走路がない場所や艦艇に降りたりすることが可能である。機体のサイズはほぼ変わらないが、 F-35B は構造が複雑になった分価格が高く、戦闘行動範囲が 833km、 航続距離が 1667km と小さくなっており、兵装も少なくなっている。搭載するセンサーやネットワーク戦闘力は現在の戦闘機の中では最高レベルとされている。外部からの情報を受信するために秘匿性と信頼性が高い高速通信データリンクを備えており、ネットワーク戦闘では F-35 が上空から遠距離で探知した敵航空機やミサイル情報をイージス艦に送信して、
イージス艦の対空ミサイルで撃墜するという共同攻撃も可能となる。 F-35 は3タイプとも150マイル約 241km の距離をアフターバーナーなしでマッハ 1.2 で飛び続けることができるスーパークルーズ能力を持っている。ミサイルについてはステルス性を確保するために通常は機体の内部に格納されており、最大で8トンの兵装を装備することができる。またコックピットはパイロットが装着する HMB 頭部装着型ディスプレイにより360度全方位の視界をカバーできるストライクアイというシステムが装備されている。戦術データや飛行状況などがヘルメットのバイザーに映し出されることで、パイロットは常に戦術状況を把握することができ、電子装備では F-22 ラプターよりも優れている。武器については固定武装が 25mm ガトリング砲で、その他ミサイルはミッションによって換装が可能となっている。空対空ミッションでは左右合計4本のミサイルを装備でき、空対地ミッションでは2000ポンド、約900キロの爆弾を2発と、中距離対空ミサイルを2本装備できる。また2016年8月に行われた演習ノーザンライトニングでは一度も探知されることなく、1機で27機もの F-16 を撃墜することに成功しており、圧倒的な戦闘力を見せつける結果となった。ちなみに同じステルス機である F-22 ラプターは144機の仮想敵を一度も撃墜されずに全滅させている。実際の任務では2018年9月27日アメリカ海兵隊所属の F-35B が空爆作戦を決行した。洋上の強襲揚陸艦エセックスから発艦した F-35B はアフガニスタンの反政府武装勢力タリバンを爆撃しており、これが初の実戦となった。 F-35 墜落と機密データハッキング。2019年3月、 F-35 は三沢基地の第302飛行隊に実戦配備された。ところが翌月4月9日19時27分青森県東方太平洋上を飛行中の F-35A が突然レーダー航跡から消失し行方不明となった。捜索の結果、機体の一部が海上で発見されたことから墜落と判定。残念ながらこの墜落事故で302飛行隊所属の優秀な3等空佐のパイロットと1機の機体を失う結果となってしまった。墜落の原因はパイロットの空間識失調による可能性が高いとし、安全教育は対応訓練全機特別点検を行った後8月1日から再飛行を開始した。また2009年アメリカ国防総省から F-35 に関する機密データが中国のハッキングにより盗まれるという事件が発生した。ハッキングされたデータはレーダー関係や電気系統、設計情報とされており、中国が開発中のステルス機 J-31 の機体形状が似ていることから、そのデータが利用された可能性があるとも言われている。さらに2014年6月28日にはカナダ在住の中国人実業家ス・ビンが国防産業にハッキングし逮捕されている。他にも F-35 の開発に携わった中国人技師ユーロンがエンジンに使用されたチタン合金を持ち出そうとして逮捕されている。 F-35 はスパイ活動による流出が多々起こっており、ステルス技術の機関部分やエンジン図式、噴射ガスの冷却方法など秘密ともいえる重要な情報が流出していることから、弱点が研究され中国との戦闘の際に優位性が損なわれる可能性がある。F-35 これからの活躍と任務。 F-35 ライトニング2は第5世代戦闘機として開発された初の輸出可能ステルス機である。日本の三沢基地にも配備され、アメリカで製造された4機以降は愛知県の三菱重工小牧南工場で2015年から組み立てが行われている。空対空のほか対地攻撃能力もあり、電子装備は F-22 ラプターを超えており、今後2070年までという長期間の運用が計画されている。F-35 をどのように運用するかは未定ではあるものの、海上自衛隊の護衛艦いずもに艦載機としての運用が決まっていることから、アメリカ海兵隊のように陸上自衛隊の水陸機動団への航空支援が考えられる。またいずもを中心とした艦隊に攻撃してくる敵に対して艦隊防空の任務も与えられる可能性はある。どちらにせよ F-35 が日本に実戦配備されたことにより我が国の防衛力が上がったことは言うまでもない。これからの F-35 の活躍に期待したい。